ワシントン・ゲイル・フェルス・ジュニアのお誕生日にゃ。今では遊園地では必ず見かける観覧車の発明者と言われているにゃ。学校でそわそわしている生徒が多いのも多分この時期に観覧車を意識してしまっているからにゃ。おっと、申し遅れたにゃ。カカオと砂糖のお菓子がとても好き。猫先生でにゃーる。よろしくにゃ。でも本当の猫にはチョコはあげちゃダメにゃ。早速一つ目のニュースにゃ。今年こそ本命チョコが欲しい。バレンタインデーイベント開催。2023年2月13日から2月27日10時59分まで僕らのバレンタイン戦争イベント開催にゃ。バレンタインデーイベント限定ステージ登場にゃ。甘い限定ステージ全てのクリア報酬が復活しているにゃ。限定ステージ教習ギリチョコ軍団ステージレベルは最大20。各ステージクリアでそれぞれ報酬がゲットできるにゃ。限定ステージあの子からの本命チョコは2対2で戦う特殊なステージにゃ。ステージクリアでニャンチケなどのアイテムがゲットできるにゃ。新しい難易度が追加された限定ステージ僕らのバレンタイン戦争はステージをクリアすると限定キャラマシュマロニャンをゲットできるチャンスニャ。バレンタインは先生も甘酸っぱい経験があるニャ。何度か机の中を覗いて何もなくて悔しくて缶を蹴って帰った記憶があるニャ。懐かしいニャ。続いて2つ目のニュースニャ。バレンタインスタイルギャルたちが限定参戦。2023年2月13日から2月27日10時59分までバレンタインギャルズレアガチャイベント開催にゃ。新たに白い恋人メカコに第3形態が追加されたにゃ。超激レア白い恋人メカコはたまに属性を持たない敵の動きを止めるにゃ。進化することで対応できる敵の種類が変わるにゃ。可愛らしいにゃんこたちが大集合にゃ。猫先生はもう一度ミスコンコーナーやりたいにゃ。続いて3つ目のニュースにゃ。みんな頑張れ絶対カツ丼。2023年2月13日から2月27日10時59分まで受験大戦争イベント開催にゃ。限定ステージ頑張れ受験大戦争では敵キャラダッフンと機関銃合格野郎が出現にゃ。ステージクリアで期間限定イベントガチャにゃんこ福引きガチャを引ける福引きチケットゲットのチャンスにゃ。詳しくはゲーム内のお知らせをチェックにゃ。トリビニャ。人生に全く必要のない知識でもつい友達に教えたくなってしまうようなにゃんこ雑学トリビニャ。知ってるようで知らないかもしれないにゃんこ大戦争の雑学や攻略のヒントをどしどし発信していくにゃ。今回投稿してくれたのはどん底猫さん。イノバルカンの髪はカツラである。猫先生これが本当か確かめに会いに行ってみたにゃ。ノックバックするときに前髪焼くけどキューティクルヘアらしいにゃ。カツラかどうかはわからないにゃ。ということで今回のトリビニャは激平。イノバルカンは意外とメンタルが弱いらしいにゃ。実戦では動きを遅くしたり止める能力が有効にゃ。
にゃんこ TV では皆様からのお便りやコメントを募集しているにゃ。トリビアやこの番組へのご意見ご要望どしどし待っているにゃ。お便りは動画概要欄にあるフォームから送信することができるにゃ。次回もお見逃しなくにゃ。チャンネルを登録してにゃ。バレンタイン。